これ煙をかけるとあの蜂がおとなしくなってくれるので、で煙なく蜂管理するといっぱい刺されるんで、これ家も1対1で割ったものをこう噴霧してるって感じですね。浅くこうやって1回ぐらいかけるともう全体にかかってるので、これをまた戻すという感じで今使ってます。下にシール貼ってダニがどれだけ落ちるかって調べたら、あのかけてから3日後に結構ダニがボロ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 落ちてくるので、まあ、それは実験済みで、はい、あダニを落とす成果はあるなっていう感じです。こっちが幼虫で、この上のキラキラの部分が蜂蜜です。今だいぶ溜め込んできてます。これ錠鉢です。これが1日2000から2000個の卵を産みます。あ、体を舐め合いながら、あの、なんですかね、掃除、体の掃除をしていくっていう感じですね。家もかけた後に。で、体を舐めるんで、その時に多分一緒に乳酸菌も取って、体調を整える。蜂の腸内が元気になれば、出す多分、あの、なんていうんですかね、ロイヤルゼリーにも影響を与えるし、はい、これで多分 EM 入りの蜂蜜ができる。これに加工した蜜ろうを使ってもらって、あのキットも作って販売してます、うん、あの何十回何百回何年も繰り返し使えるラップとして最近ちょっと注目され始めたもので、僕らあんまりこだわってるというあの自然を自然のままにっていうのがある意味こだわりかなっていう、まあ、僕ら自身も無理せず、はい、蜂も無理させずっていう感じです。そうですね、まあ一応蜂が作り出すものとか、まあなんていうんですかね、まだやれてないこともあるので、まあ蜂蜜酒ミードを作るとか、はい、あとはあのこのやっぱり自然環境をこう蜂の視点で知るっていうのが、まあスタンダードになるといいなと。それにこう自分がどうできるかなっていうことぐらいです。